茨城県立三街道第二高等学校は、茨城県上層市三街道橋本町麻五条に位置する県立高等学校。地元の旧三街道市域やその周辺地域では、日光や海にと通称略称される。茨城県立高校には第二高校が複数存在することから、他の二高との区別のため、三街道二高と呼ばれることもある。 設立当初より女子高校であったが、1995年8月に1996年度からの男女共学化を決定した。入学する男子生徒の数は年々増加しているが、現在男子生徒182人、女子生徒531人と女子生徒の数が多い。共学化したことで以前よりも学力が向上したのではないかとする見方もあり、 受験者数も増加している。学区の制限はないが、生徒の居住地域は、上層市内を中心に、概ね北は隣接する下妻市、南は取手市、東は隣接するつくば市西部までとなっている。本校所在地の上層市の中学校出身者で、ほとんどを占める。同じ旧三津海道市域に所在する、三津海道第一高等学校と比較すると、 市内の中学校出身者の割合が高く、隣接自治体では、森谷市や筑波未来市の中学校出身者が少ない、傾向がある。運動部の活動は盛んで、男子入学に伴い、野球部、サッカー部などが作られた。中でもハンドボール部は、伝統があり、全国でも著名である。文化部では、特に演劇部の活動が盛んである。中、とつくものはそれぞれ、男子のみ。 女子の身を表す。三海道志士編纂委員会、図説三海道志士、三日井道、1973年、うんし BN12278564、町の新設、上層市。2012年1月14日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年1月29日閲覧、ありがとうございます。